野茂、一郎、松井、ダルビッシュ、そして大谷。これまで数々の選手が海を渡り、メジャーで輝き、異国の地から日本の野球ファンを熱狂させてきました。その一方、メジャーで思うような活躍ができず、苦労したスター選手がいるのもまた事実です。今回はプロ野球で強烈な輝きを放ちながらも、メジャーリーグでは成功できなかった選手を紹介します。山口俊。まず紹介するのは山口俊選手です。山口選手は2005年の高校生ドラフト会議で横浜ベイスターズから1位指名を受け、プロのキャリアをスタートさせます。高卒1年目から1軍登板を果たすなど、実力は評価されており、プロ4年目の2009年途中からは守護神に定着。2012年には当時の NPB 史上最年少記録25歳1ヶ月で通算100セーブを達成するなど、横浜のブルペンを支えました。その後は先発ピッチャーへと転向し、ローテーションの一角を担うと、2016年オフに FA で巨人へと移籍します。入団初年度こそ別の意味で注目を集めますが、2018年にはノーヒットノーラン、2019年に自身初タイトルとなる最多勝、最高勝率、最多奪三振の3冠に輝き、ベストナインを受賞します。その年のオフに巨人史上初となるポスティングによるメジャー移籍が認められ、ブルージェイズと2年契約を結ぶことになります。フォークボールを武器に活躍していた山口選手。メジャーでは落ちる球が有効という定説から活躍が期待されていました。しかし現実は厳しいもの。メジャー初登板はタイブレーク制の10回裏1点リードの場面。山口選手は先頭打者にフォアボールを与えると、続くバッターに逆転サヨナラタイムリーを浴びて試合終了。ワンアウトも取れず、わずか11球のフォルニガデビューとなりました。続く2試合目の登板もタイブレークの場面。その試合では4点を奪われ、デビューから2戦連続の敗戦投手となります。その後は主にロングリリーフとして起用され、メジャー初勝利を挙げますが、最終的には17試合に登板して防御率は8点台、結果を残せませんでした。ただ2020年は、例の感染症の影響で開幕が遅れるなど、難しいシーズンだったため、国内では2年目の活躍が期待されました。しかし、キャンプイン直前の2月に戦力外通告、他球団ともメジャー契約は結べず、サンフランシスコジャイアンツとスプリット契約を結ぶことになります。結局メジャーには昇格できず、6月に契約を破棄して日本のジャイアンツに復帰。わずか1年数ヶ月のメジャー挑戦となりました。西岡剛。続いて紹介するのは西岡剛選手です。2002年のドラフト会議でロッテから1位指名を受けると、3年目にはレギュラーに定着。41盗塁を記録し、史上最年少で盗塁王に輝きます。さらに、4年目の2006年シーズン前には、21歳の若さで WBC 日本代表に選出。シーズンでは1番ショートに定着し、2年連続の盗塁王を。翌2007年の開幕前に登録名をツタヤを彷彿とさせる剛に変更。実力とカリスマ性を兼ね備えた若きスターとして、ロッテを引っ張る存在となります。そして、この年以上に圧巻だったのが2010年シーズン。スイッチヒッターとして史上初のシーズン200本安打を放ち、打率はショートの歴代最高となる3割4分6厘をマーク。チームはクライマックスシリーズを勝ち上がり、史上初のシーズン3位から日本一を達成。私生活ではファッションモデルの徳澤直子さんと結婚。個人、チームともに最高の成績を収めます。そしてその年のオフ、西岡選手はポスティングでのメジャー移籍を希望し、ツインズが落札、3年契約を結びます。前年から怒涛の活躍を続けてきた西岡選手。勢いそのままに日本人内野手の評価を覆すのではと期待されました。メジャー1年目は日本でいうところの春季キャンプやオープン戦にあたるスプリングトレーニングで打率3割4分5厘を記録。見事開幕スタメンを勝ち取ります。乗りに乗っていた西岡選手でしたが、開幕からわずか1週間、悲劇が襲います。それは4月7日のヤンキース戦。この試合でセカンドを守っていた西岡選手は、ダブルプレーのベースカバーに入った際、一塁走者と交錯し、負傷退場となってしまうのです。当時のメジャーでは、ゲッツー阻止の激しいスライディングが横行しており、選手生命に関わる大怪我を負う、二遊間の選手が続出していました。西岡選手も、左足腓骨の骨折と診断され、故障者リスト入りすることになります。幸い、6月中旬には復帰を果たすも、調子は今一つ上がらず、68試合の出場で、打率2割2分6厘、2盗塁、守備でも12失策と、精彩を欠きました。メジャーに通用したかどうかはわかりませんが、この怪我が、西岡選手を狂わせたのは間違いありません。続く2012年も開幕をマイナーで迎えると、なかなか昇格の機会に恵まれず、その後、怪我人の穴埋めとして、なんとか昇格したメジャーでは、12打数ノーヒットに終わり、再びマイナーへ戻ることになります。その年のオフには、自ら自由契約を申し入れ、球団が承諾、日本球界復帰を画策し、翌年からの阪神入団が決定します。
入団初年度こそセカンドのレギュラーとして活躍するも、その後は怪我に悩まされた西岡選手。ロッテ時代の輝きは今なお取り戻せていません。25歳の時点で911本もの安打を放った若きスーパースター西岡選手。現在は独立リーグの栃木ゴールデンブレイブスで NPB 復帰を目指しており、今後の活躍に期待したいところです。中島博之。そんな西岡選手と同時期にパリーグを沸かせたショートが中島博之選手です。中島選手は高卒からプロ入りし、4年目の2004年、松井稼頭央選手の後釜に抜擢されると、打率2割8分7厘、ホームラン27本、90打点、18盗塁を記録しブレイクを果たします。その後、2006年に初めて打率3割をマークすると、そこから5年連続計6度の打率3割、2桁ホームランはレギュラーに定着した2004年から9年連続を記録。2012年には史上2人目となるショートでのシーズン100打点を達成するなど、圧倒的な打撃力を武器にチームを引っ張りました。そして2012年オフに海外 FA 権を行使してアスレチックスへと移籍します。当時中島選手は守備難を指摘されており、メジャーのショートを守れるのか疑問視する声が一定数ありました。しかし毎シーズン打率ホームランともにコンスタントに数字を残していること、国際試合での活躍から少なくともバッティングは通用するだろうというのが多くのプロ野球ファンの見解でした。しかし中島選手は予想に反してスプリングトレーニングから大苦戦。17試合の出場で打率1割6分7厘、出塁率2割8分6厘、ホームラン0、ショートの守備では4失策を記録し開幕を迎えます。またスプリングトレーニングで痛めた太ももが感知せず、故障者リスト入りした状態でもありました。その後メジャー25人枠からも外され、2013年の昇格は叶わず、トリプル A でも打率2割8分3厘、ホームラン4本に終わります。巻き返しを図りたい翌年もまさかの AA 落ちを味わうなど、2013年もメジャー昇格は叶わず、その年のオフに FA となります。ちなみにその年の FA 選手ランキングを扱った記事では、全165人中165位にランクイン。当然メジャーで手を挙げる球団はなく、オリックスへの入団が決まります。日本球界復帰後は主にファーストや指名打者で出場しており、現在も巨人の戦力ではありますが、西武時代の打撃を考えると少し物足りない成績となっています。井川圭。最後に紹介するのは阪神のエースとして活躍した井川圭選手です。井川選手は高卒3年目の2001年、先発ローテーションに抜擢されると完封2試合を含む9勝をマークし、防御率はリーグ2位の 2.67、 阪神の若きエースとして名乗りを上げます。翌2002年には最多奪三振を獲得すると、続く2003年に才能がさらに開花します。その年の井川選手は20勝を挙げる活躍、最多勝、最高勝率、最優秀防御率の3冠を獲得し、チームのリーグ優勝に貢献します。さらにはその年のリーグ MVP 沢村賞に選出されるなど、賞を総なめし、24歳の若さで球界最強左腕へと成り上がりました。その後は若干成績を落としますが、阪神のエースとしてチームを支え続け、2006年オフに念願だったポスティングによるメジャー移籍が認められます。そんな井川選手を落札したのはヤンキース。当時のレートで約30億円が阪神に支払われ、契約は5年総額20億円以上プラス出来高の好待遇でした。日本のファンのみならず、ヤンキースファンの期待も一身に受けていた井川選手。しかしヤンキース史に残る最悪の契約となることは、この時はまだ誰も知りません。2007年の開幕ローテーションに入ったものの、デビュー戦で5回7失点の大炎上、早くも暗雲が立ち込めます。その後の登板ではメジャー初勝利を挙げるも制球難に苦しみ、5月にはマイナーでの再調整を命じられます。結局この年はマイナーとメジャーを行ったり来たり、14試合の登板で2勝3敗、防御率 6.25 に終わります。とはいえ年俸は4億円で、日本での実績は十分、翌年以降の巻き返しが期待されていましたが、大きく期待を裏切ります。2008年は2試合のみ登板するも、2009年からの3年間はメジャー昇格すらできず、なんと初年度がメジャー最高成績となってしまいます。これにはヤンキースファンも地元メディアも大激怒。井川選手がヤンキースに在籍していた2009年、過去10年のニューヨークのプロスポーツ選手ワースト10では堂々の1位に輝きます。しかしこれにとどまりません。2017年、アメリカメディアに発表されたメジャーリーグの歴史に残る27のワースト FA 契約の13位に選ばれる。2017年、ヤンキースの田中将大投手が炎上した際は、井川が登板したと皮肉を交えた名前として登場する。2009年、メジャー30球団最悪の FA 補強ランキングの特集記事でメイン写真で登場し、ヤンキース史上ワースト1位として紹介される。このように井川選手の入団から10年以上が経っても記憶に残り続けています。そんな井川選手はオリックス入団後も通算7勝に終わっており、最強左腕は行方不明なままです。
若くして球界の中心へと上り詰め、海を渡った選手たち。残念ながらメジャーでの活躍は叶いませんでしたが、その貴重な経験は大きな財産となり、今後の人生に生かされることでしょう。あなたが印象に残っているメジャーに挑戦した選手がいましたら、ぜひコメント欄で教えてください。本日は最後までご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければ高評価や低評価、チャンネル登録をいただけると大変嬉しいです。それでは。